日産ディーゼル RA 拡大するとディアウィンドウ左下に燃費基準達成者であることを示すステッカー平成27年度燃費基準達成者が貼られていることがわかるハイガス規制記号からも燃費基準を達成していることがわかる重量車燃費基準とはエネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正により 2006年4月1日から施行された重量車2.5トン超の自動車に対する燃費基準である。2015年度を基準達成の目標年度とし、トラックバスメーカーは車両総重量ごとに定められた重量車燃費値の基準達成と2006年4月以降に販売する新型車について商品カタログへ燃費値を表示しなければならない。一例として、 軽油燃料とする車両総重量3.5トン超の貨物自動車の場合を挙げる。平成17年新長期排出ガス規制以後から新規に用いられている規制記号において3桁の識別記号の2桁目が J または K であることで判断できる。また、基準達成者には燃費基準達成ステッカーが重複されている。 重量者燃費基準検討会の設置について、総合資源エネルギー調査会賞、エネルギー基準部会重量車判断基準小委員会、重量者燃費基準検討会最終取りまとめ、自動車排出ガス規制の識別記号、2011年版、暮らしの豆知識、独立行政法人国民生活センター、2010年、248ページ、ありがとうございます。